有数念仏宗、有数念仏宗は、浄土教の宗派の日本仏教の一つである。大阪市平野区にある大念仏寺を総本山とする。平安時代末期の永久5年5月15日、1117年6月16日に、天台宗の僧侶である、聖王大師両人が、大原来号院にて修行中、阿弥陀如来から、即室王生、阿弥陀如来から誰もが、 速やかに二つの道に至る方法の分、数と一歳人一歳人、数と一行一歳行一歳行一行十回、一年有数念仏億百万編九六円万を授かり改装した。当初は大念仏宗と言った。総本山である大念仏寺は、大寺二年、千百二十七年に、蕎麦上皇の直眼により、中祖両人が改装した。坂上田村麻呂の次男で、 平安時代にこの地域を開発したと言われる、平野殿こと坂上講野の指定に建てられた、おさむ学寺が前身と伝わる。日本最初の念仏道場である。下言行、北家行、聖意とし、仏説無料、受形、仏説館無料受形、仏説阿弥陀行の浄土三部行を防衛として、一人の念仏が万人の念仏に通じるという立場から、 苦笑の念仏で浄土に生まれると説く。両人が始めた、有数念仏は当初は漢人暗夜が主で、仏教宗派としての組織を持たず集団運動の中から発展したものであった。大阪の平野の大念仏寺をはじめ、京都の佐賀聖涼寺、花園宝庫号院、三部地蔵院などで、有数念仏が坂になり、三部寺や聖涼寺、千本円窓、 上泉園には有数念仏の中高者である、円覚商人による大念仏狂言が伝えられている。受栄元年、1182年に大念仏寺録、セラチンが没すると、良い後継者に恵まれず、元行元年、1321年まで139年間も、有数念仏、大念仏衆の宝刀が途絶えたが、七世、宝名によって中高された。名は、 衆門の中断中に、岩清水、八幡宮に預けられていた胸の方法を持つを再び、受け取り、六別寺の制度を定めたとされる。六別寺とは、河内国和解軍、和解村法明寺を中心とする下別寺、摂津国住吉軍平野総義明寺を中心とする、八尾別寺、河内国丹南軍丹南村来郷寺を中心とする、十加護別寺、河内国西木軍、 古野村極楽寺を中心とする、西木部別寺、河内国石川郡大河塚村大念寺を中心とする、石川別寺、河内国高安郡高安寺を中心とする、高安別寺の6つの別寺を言い,い、大念仏寺住職は、この6別寺によるくじ引きによって決定される。その後、大和国には、添上軍南都徳東樹寺、天下軍郡山園有寺、宇な軍宇田光明寺、 宇田軍、萩原宗介寺、十四軍桜井雷号寺、山部軍白石高前寺、白上郡東田大念寺の七つの寺で構成される七古大寺が出され、大念仏宗の拠点となり、河内を中心に、摂津、山と、義に共戦を広げていった。現元年、1615年平野正代館の末吉孫左衛門より寺地を寄進され、 これまで寺地が一定していなかった大念仏寺がこれによって現在地に同社を構えることとなった。慶安2年1649年大念仏寺41世、記憶物時に八尾別寺、石川別寺、高安別寺が天台修寺院である京都原来合院の山内寺院上連会院の一員であり、有数後輩の一つであった大原南房と共謀し、 大念仏寺は、大原南方の末寺であると言い出す事件が発生した。記憶もは、その対応に追われて間もなくして亡くなってしまった。すると、下別寺、十家豪別寺、西木米別寺は、大原南方派の別寺を無視して四十二世に、高志県、数元を選出したところ、大原南方派によって、方法物を奪われた上に、高志県は追放されてしまった。 高志県は、女王2年、1653年に、幕府の寺社奉行に、大原南郷を訴えると、漢文元年、1661年、死去した高志県に代わって43世となった、春空の時に勝訴し、大念仏寺は、天外宗の寺院ではなく、大念仏宗の総本寺であることが完全に、決定した。元禄年間、 1688年から1703年に、有数年物最高の祖とされる大年物寺46世の大通りが、有数年物の復興に努め、有数縁文章等により、教義を明文化し、一州としての正規を定め、学竜も設ける中で大年物州として整備、されていった。有数縁文章は、漢文体で難解なため、その兵を補うために、 和文形式で書かれた、有数念仏新解消も広く普及た。元禄十六年、1 7百3年、大念仏宗の名称を、有数念仏宗に改めた。1874年、明治七年、政府によって、宗文特立が認められる。江戸時代、新宗全行寺別等、東巡商人が、浅間山大噴火、天明の大飢饉における、 民衆救済に尽力した時に、有数年物血脈符を、簡素化、通称、お血脈、参拝者に、免罪符のように配布し、全国各地を回った。簡素化された、有数年物血脈符は評判を生み、当順は生涯で、約180万部授与、全校自信行の普及に、大きな役割を果たし、落語の、お血脈の題材になった。 江戸中期以降の善光寺の発展は、当時の権力者の日ごと当順を頂点にした、念仏勘人生の活躍、そして有数念仏の民族宗教生徒によるところが大きいとされる。本山に伝えられた絵巻に、有数念仏演技がある。有数念仏の最大の特徴は、乾燥念仏から、商名念仏の重要紙に変えたことであり、有数念仏集では、毎朝西方に向かって、 両人の説いた十回一年、自他有数の浄土王女を期する念仏、有数念仏を重小ることなどを日課とする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。